パーフェクトピアノレッスンは日本のロックバンド。2001年結成。メンバーのうが仕事を持ちながら並行してバンド活動を続けている。2001年1月、大学の音楽サークル内で結成。2005年12月8日、ファーストシングル 200&41 Mondays でデビュー。2006年11月11日、ファーストアルバム m o ーナ e r n i をリリース。 2008年6月4日、ファーストミニアルバム、テラ・インカゲニタをリリース。2008年8月、オムニバスアルバム、残響レコードコンピレーションに、モーニングスパイダーを提供。2009年8月5日、オムニバスアルバム、パニックレベルレイ一』に、モーニングスパイダーを提供。同月12日には、レーベルメイトのサン n d と共同で、スプリット EP、ブラックオレンジをリリース。 2009年11月21日、セカンドアルバム、ワンダーラストをリリース。リリースツアーを行い、同年12月19日ツアーファイナルとして、オーネストで初のワンマンライブを行った。来場者には、未発表曲の収録された CDR が配布された。2010年8月、オムニバスアルバム、残響レコードコンピレーションボリューム2に、ザナドゥを提供。 2011年1月、結成10周年を迎えた。記念して、同月15日に、渋谷オーネストで2度目のワンマンライブを行う。来場者には、未発表曲2曲が収録された CDR が、配布された。2014年8月、オムニバスアルバム、残響レコードコンピレーションボリューム4に、トロイメライを提供。2016年4月27日、 約6年ぶりのニューアルバムズベズダをリリース。同時にアルバム発売15周年記念のワンマンライブをもって活動休止期間に入ることを発表。ミニアルバムありがとうございます。